それにかけるしかない。もう一踏ん張りです。これさえ耐えきれば結界は元通りになります。霊夢だって今頑張ってんだ。私たちがへこたれてちゃ霊夢に失礼ね。守りきって霊夢に会うんだ。他の場所でもあんたみたいに協力している人がいるみたいね。そうらしいわ。でも一つだけ異常なものを感じる。気のせいじゃないのか？とにかく今はこれを抑えることに集中しなきゃ。私たちが愛したこの幻想郷を。消されるわけにはいかんからな。天使。なんだ？これが終わったら霊夢と戦うの？急にどうした？いや別に。今のあいつとは戦わん。いい意味であいつは変わってしまったからな。随分と余裕なようですね。こんな時くらい思いを語ってもいいだろ。頑張れ霊夢。今度こそ負けることは許さん。あら、結局手伝ってくれるのね。そりゃここを壊されたくないもの。せっかく4人で頑張って築き上げてきたんだから。4人なんかじゃないわ。もっとたくさんの命の上に今が立っているのよ。何度聞いても皮肉な話だ。その運命を8代目にまた背負わせるんだろ。それが私の意志でもあり、彼女の意志でもあるから。この救われない運命を変えるために、もう8代目を死なせちゃいけない。何？これ。急に霊力が増えた。それが人を思う力、思われる力だ。お前さんは先代とは違う魅力がある。それを先代は分かっていたんだろうな。今回の継承式を見ればわかる。最も信頼できる3人。そして今、危機に瀕した時駆けつけてくれた者たち。それを武器にして戦えということさ。ぶちかませばいい。たくさんの思いと願いを込めたその無双封印を。そこから先は覚えていない。ただとても温かいぬくもりだけ肌が覚えてた。目が覚めたみたいね。エイリン。母さんは？慌てなくてもまだこっちに残ってるわよ。っていうかよく生きてたわね。もう死ぬと思って私諦めてたのよ。医者が言っていい言葉じゃないわね。生きてたかレイム。マリサ。痛い痛い。ちょっとどきなさいよ。あ、すまん。どうしたのよそのシップ。用務の真似？んなわけねえだろバカかおねえ。結界の維持するときにちょっとドジっちまっただけだ。そうだ、そっちは大丈夫だったの？まあなんとかな。いろいろ助っ人が来てくれたみたいだし。そう？まあゆっくり話そうぜ。お前のおかんももうちょっとこっちでいるってさ。うん？お疲れ様でした。むちゃんこ疲れた。スミレコ、ハンバーグ作って。あんたの得意料理でしょ？いいですけどどうしたんですか？もうヘトヘトなのよ。キャラ作りもしんどい。ほっとけスミレコ。寒さでイカれてるだけだからよ。ああ、いつものあれですか。っていうかあんたどうして途中から結界維持手伝ってくれたの？あっちで8代目に手を貸してたんでしょ？手は貸してねえよ。お前の言った通りあれの存在がでかかった。だからもう心配ねえと思ってそっちに行ったんだ。なるほど。あれの存在？もしかして見舞って人のことですか？ああ。よレイム、生きてたみてえだな。母さんお酒飲めないんじゃなかったっけ？あー飲めねえよ。だから一本でこのざまだ。ガハハハハ。これで歴代最強の巫女？なんかありえない。ほらお前も飲め飲め。お前酒に強いんだってな。ちょっと。うわ、頭痛い。調子に乗って飲みすぎたかしら。あ、やっと帰ってきた。迷いのキクリンの、無事継承式は終わったんだってね。先代とはもういいの？初恋の相手だったんでしょ？なんで知ってんの？そりゃ私も彼女のことが好きだから。恋敵のことくらい知ってても不思議じゃないと思うんだけど。明日らしいわ。彼女がここを離れるの。知ってるよ、もう会ってきた。そうだったの。もう少しいてもよかったのに。もういいんだ。初恋は苦い大根のような味だったけどね。そこから得たものは甘い人参よりいいものだった。次があれば釣りに行かすよ。立派ね。君こそいいのかい？まだ時間はあるのに。今は親子二人でいさせてあげたいの。それに私だったらちゃんと彼女の気持ちを聞けた。夏が終わってもうつむかないひまわりがあったからそれめがけて戻ってきたんだ。そんなひまわりは。お前だよユンカ。け、リア充爆発しろ。あら、嫉妬しちゃった？ごめんなさい。覚えてろよ。
よかったね、ミノッケ。なんか全部終わったのに終わった気がしないね。結果維持してるだけだったしな。それもあるけどさ。お前も納得できてなさそうだな、ナンバー2。うん。だって私たちが協力したとはいえ簡単に結界のほころびを直せたと思わない？どういうこと？普通ならあの程度で維持なんてできないのよ。もしかすると誰か結界に関係してる人が協力してたかもしれない。それならサナエが。うん、サナエとはまた別の人が。あの時感じた異常な霊力。それにあの妙な感覚。そんなことより無事に全部終わったんだ。それを祝して戦おうナンバー2。は？いやよ。なんだビビっているのか？そうじゃないけど。ほらほらどうしたナンバー2。遠慮せずかかってこい。あんたとはやらないっての。来ないならこっちから行くぞ。近寄らないで。あ、もう。やっぱりそうなってんの。きついね。え？ミマがお前のそばにいたって？それも体がある状態で？うん。私が 50% の能力解放ができたのもあいつの霊力のおかげ。いやいやちょっと待て霊夢。話を整理すっと。まずお前が気絶してる時に5代目候補のミマに会ったと。そうよ。そんでそいつはマリサの中にいるあの妖怪で。その妖怪は過去に別次元を滅ぼしたやつで。あーダメだ混乱する。オースレイム。あ、今は私いない方がいいか？ちょうどいいところに来たマリサ。え、あの化け物呼んでくんない？なんで？いいから。わかったよ。なんだよ二人揃って。やっぱり呼ばれたよ。大体のことはわかってる。僕？いや、私のことだろ。え、そうよ。全部説明してもらうわ。その前に確認だ。あの約束は守ってくれるんだろうね。約束？バックレたって無駄だからね。もう彼女たちは動いてるから。いざとなったらあんたを退治するわ。怖い怖い。横転病は大丈夫なのかい？ああ、大丈夫だ。エイリンが薬を完成させたそうだ。そうかい。さて、君たちの知りたいことを教えてあげよう。霊夢の言う通り私がミマだよ。かつての5代目候補であり、向こうの幻想郷を壊した妖怪。全部話してくれないか？私たちは知る権利があるはずだ。そうだね。頼んでいたものはできたかしら？もちろんだよ。今回は苦労したからね。わかっていると思うけど片道分しか使えないからね。そしてそれがどれだけ危険なことなのかも。うん？奴には奴なりの思いってのがあるのかもな。うん？こんな話聞いちまうと行くに行けねえぜ。まあそうとも言ってられんのだがな。明日なんだろ？ああ、短い間だったが楽しかったぜ。向こうで待ってっからそんときゃよろしくな。気長に待っててくれよ。私長生きしてやるから。おうよ。よう霊夢、いい朝だな。全然良くないわ。寒すぎて死にそう。正式に8代目になったんだからもっと気張れよ。正式って言ってもあんまり前と変わんないし。まあそうだけどよ。おはよう、元気そうね。今日が最後の日だしな。前にもこんなことあったよな。いいえ、初めてよ。え？だってほら。あの時は悲しい気持ちでいっぱいだった。とても送り出せる状態じゃなかったわ。そうだな。二人とも私についてきて、あなたたちのために用意したものがあるの。これ？まったくお前ってやつは。あなたが好きだって言ってたから。最高だぜ、龍華。どういたしまして。あとは親子水入らずで残りの時間を過ごしなさい。いいのか？母親らしくしたかったんでしょ？すまねえな。龍華、最後の最後まで気使わせたな。昔から何も変わってないわね。ああ。今度は私が気持ちを伝える番。うん。大好きよ。私もだ。元気でな、優香。あなたこそ、元気でいるのよ。おうよ。優香。うん？今までいっぱい迷惑かけてごめん。あの時のこともちゃんと謝れてなかったし。いいのよもう。それと、ありがとう。それじゃあ私はこの辺で。やっぱりいいやつだよ。メーカーさん、どうした？私の病気ってどうなるの？正直言ってまだわからん。エイリンの薬も治す薬じゃねえんだ。こないだ母さん手加減してたでしょ？え？継承式の時。バレてた？いくら厳しくしても自分の娘だからちょっと甘くなっちまったかもな。継承の合格祝いももっとしてやりたかったんだがな。それ以上にお前と何気ない話をしたいんだ。うん？病気のこと、初代たちのこと、継承式のこと。今だけ忘れて私にいろんな話を聞かせてくれないか？うん、いいよ。
楽しい日々を過ごしてきたんだな。なんだかんだ言ってとても楽しかった。嬉しいぜ。やってきたことが報われたっていうか、夢が叶ったっていうか。夢？まだ見習いの頃に決めたことだ。思い返せば短い人生だったがとても長かった。後のことは任せたぜ霊夢。お前は私ができなかったことをやり遂げてくれ。母さん。最後にお前と二人で夜桜を見たかったがさすがにわがままだな。これ、うん。桜花の剣の形を変えたのか。黒糖夜桜、つぼみ。母さんを思ってこの名をつけた。そうか。つぼみってのは、未来か？次の白霊の巫女が花を咲かせるって意味。いいじゃねえか、好きだぜ私は。じゃあな霊夢。もうお前は一人前だ。私はお前を、お前たちを、この幻想郷をずっと見てるからよ。うん？あの太陽のようにとは言えねえが、日だまりのように、照らし続けてるぜ。明るい未来をな。